マイカ・バートン・オーウィングスは、アメリカ合衆国ジョージア州ホール軍、ゲインズビル出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB シアトルマリナーズ参加所属。オーウィングスは、高校時代、ジョージア州では、歴代1位となる69本塁打を放ち、非凡な打撃を見せた。大学は2003年と2004年は、ジョージア工科大学、それ以降は、 中霊園大学でプレーした。2002年の MLB ドラフト2巡目でコロラドロッキーズから指名されたが契約には至らなかった。2003年も MLB ドラフト19巡目でシカゴカブスから指名されるがまたしても契約には至らなかった。7月に開催されたサントドミンゴパンアメリカン競技大会の野球アメリカ合衆国代表に選出された。 2005年の MLB ドラフト3巡目でアリゾナダイヤモンドバックスから指名されプロ入り。2007年4月5日にメジャー初昇格を果たし翌6日のワシントンナショナルズ戦でメジャーデビュー。5回を投げ1アンダム失点6三振を奪う内容だった。腰痛で戦線を離脱していたランディ・ジョンソンの代役としての先発を見事に務め。 以後もローテーションに入ることとなった。6月26日には、初本塁打を、フロリダマーリンズの禁止の意見から放った。8月18日のアトランタブレーブス戦では、投球こそ7回を投げ3安打3失点と5区、普通の内容だったものの、打撃は5打数4安打2本塁打4得点6、打点と圧巻の内容だった。同一試合で4安打4得点6打点を挙げた。 投手はメジャー史上初4安打4得点を達成した投手も1988年のダニー・ジョンソン以来であった。11塁打もここ50年の投手では最多記録とまさに記録尽くしの日となった。ちなみにアリゾナダイヤモンドバックスで最後に1試合に本塁打4安打4得点6打点を記録した選手は2003年のシェイ・ヒレンブランドだった。 また、オーウィングスは、ダイヤモンドバックス史上1試合2本塁打を記録した、初めての投手となった。9月に入り、初めの2試合は共に4回持たず、計12失点と振るわなかったが、9月18日に、サンフランシスコジャイアンツ戦でメジャー初完封を記録した。9月27日は、ブランドウェブの代役として、急遽先発、6回1、三を無失点に抑えるとともに、 打撃でも4打数4安打ダ3塁打3打点と勝利に貢献した。結局2007年は50打数以上経った、投手としては1973年以降で第四位となる打率333を記録した。この打撃が評価され2007年のシルバースラッガー賞を受賞した。12月5日、地元紙アリゾナセントラルは首脳陣がその打力の高さを活かすために、 今後の補強次第ではあるが、未踏番日に、オーウングスを一流一種として起用することも、考えていると報じた。2008年も、その打望を発揮。4月30日には、ヒューストンアストロズ戦で、代打2点本塁打を放った。当主の代打本塁打は、ブルックス・キー・シュニックが2004年4月22日の、アリゾナダイヤモンドバックス戦でマットマンテーから打って、以来であった。 2008年8月11日、ダイヤモンドバックスはシンシナティレッツとのトレードでアダムダウンを獲得。後日発表選手とされた2名の交換要員にオーウィングスが選ばれ、9月12日にレッツへ移籍。この年レッツでは全て野手としての出場だった。2009年は当初先発投手として起用されていたが、途中からはリリーフに配置転換。しかしその後も、 代打での起用や、投手への代打に、オーイングスを送った上で、ジーニングに救援当番させるなど、打撃を活かすための起用もなされた。2010年8月17日に、リーフとなり、26日に40人枠を外れる、形で、トリプル A 級、ルイビルバッツへ配属された。10月5日に、FA となった。2011年1月24日に、フルス、 ダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。5月20日にダイヤモンドバックスとメジャー契約に合意。オフの12月12日にノンテンダー FA となった。2012年2月1日にサンディエゴパドレスと1年契約に合意。4月26日に右前腕の故障で15日間の故障者リスト入りした。5月8日に60日間の故障者リストへ移動し、 残りのシーズンを全休した。10月23日に放出された。2013年2月6日にワシントン・ナショナルズと一類種としてマイナー契約を結んだ。7月1日に自由契約となった。2013年7月12日にブルワーズとマイナー契約を結んだ。11月5日に FA となった。2014年4月7日に マイアミマーリンズとマイナー契約を結んだ。2015年は所属球団なく、2016年4月21日に独立リーグアトランティックリーグのヨークレボリューションと契約。2016年10月24日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結び、2017年のスプリングトレーニングに招待選手及び投手として参加することになった。ありがとうございます。